私は11年前から原因不明の失神で悩んでおりました。はじめは風邪をひいたり体が弱った時に出ていたように思います。このような失神はとてもかゆく熱を持ち、無意識にかきむしり夜もぐっすり眠れない状況でした。このスライドのようなね、失神が出ておりました。その度に皮膚科で抗生物質や強いステロイドを塗りたくり、一時は失神が収まるのですが、薬をやめるとまた出るの繰り返しの8年間でした。3年前からはますますひどくなり、薬を飲んでも収まらず、お腹、手、足、頭の中、背中とあらゆるところに出るようになりました。ひどい時は飛び火のように汁が出て、とてもつらい日々が続き、寝込むこともありました。またいろいろなアレルギー検査、細胞の組織検査、また病院を変わるたびににしましたが、いつも異常なしで原因が分かりませんでした。いつも娘が心配していろいろなサプリメントを飲んでみましたが、どれも失神が治ることはありませんでした。4月30日に娘がリタライフ水素風呂を持ってきてくれたのです。いつも体の中に入れるものばかり進めるのに、今度はお風呂に入れるだけでいいのかなと半信半疑で入浴しました。なんとその夜はかゆみもなくぐっすり眠ることができたのです。5月3日には湿疹の赤みも取れて、枯れてきてるなぁと実感しました。何よりもかゆみがなくなり、ぐっすり眠れるようになったことがとても嬉しかったです。5月15日には黒くなっていたブツブツも自然に薄くなってきたのが手に取るように分かりました。いつ頃か夜寝ている間に大量の汗をかくようになっていたのです。枕にバスタオルをかけ寝ていたのです。朝目覚めと同時に頭から首に汗が吹き出し、着ているものがびっしょりになり、その汗がとても臭くて悩んでおりました。今は水素風呂に入るようになって2ヶ月ですが、目覚めの汗もかかなくなり、匂いもなくなり、とても爽やかな朝を迎えるようになりました。この11年間良いと言われることは試してみましたが、こんなに速攻で失神の辛さから解放されるなんて今までにないかったことです。リタライフの水素風呂は私の宝物になりました。それもこれも私に伝えてくれた娘に感謝しております。